フォールアウト3、前回までは、ドクター・ジマーの依頼で逃げ出したアンドロイドを探すことになったマモルは、まず船の底に潜り、アンドロイドの整形を行ったフィンカートンに会いに行ったが、証拠がないため話が進まなかった。そこでアンドロイドが残した音声ログをかき集め、もう一度フィンカートンのところへ行き、証拠を突きつけたら、しぶしぶ認めて、そのアンドロイドがハークネスで、リベットシティの警備員をしていることが分かり、ついでにただでは思い出さないと自分の記憶を封じ込めている解除コードを教えてもらい、見事ハークネスに昔の自分を思い出させることに成功する。ドクタージマを殺すと言い出した。代わりにとろけるーん、とろけるーんするから許して。ととろけるーんをさせて思いとどまらせた。いやー、なんか最近新しい着ボイスが配信されたっていう噂らしいですね。どんな着ボイスなんだろう。俺も早速ダウンロードしてみようかな。ハークネス、すまないが他に方法がない。アクティベート。はい、ってことで始まりました、善人時々悪人パート11ですかね。やっていきたいと思います。いやね、前回そのまあカットカットでまあ編集してたわけですよ。そしたらね、フィンカートンのねところを戻っていくシーンをあれカットをしてしまったっていうね、間違って。それでなんかわけのわからない、なんか勝手にコード行って、でそれでそのハークネスがね記憶を取り戻しちゃうっていうね、あの間にはまあピンカートンがね、まあ証拠を突きつければね、しぶしぶこう納得するわけですよ。ああそうなんだってね。でそれでまあ一部始終話してくれて、でそれでただ単にそのパスワードを教えてくれるんですね。あいつはただでは思い出さないだろうつって、でそのパスワードをハークネスに言ったっていうわけですね。はい、次のミッションをやりたいと思います。次はね、サブクエで確か本を探すっていうねミッションだったと思います。まあね、ここにもね歴史好きな人がいて、まあ、私はね、まあ、そんなでもないんですけど、もう歴史がね好きな人がいて、はい、いましたね。アブラハム・ワシントン。感動的なコレクションじゃろ。遠慮せずに見て回ってくれ。アブラハム・ワシントンという名前じゃ。このアメリカの歴史の断片の場所で学芸員をしておる。ちょうどいい、滝行を探してたんだ。ああ本当に興味深いコレクションだ。ああ学者仲間のようだな。この部屋の資料の一つ一つはアメリカ合衆国の歴史について小さいが重要な話を語っている。不運にも一番素晴らしいものがコレクションから失われてしまった。おお、インテリジェンス、いいですね。インテリジェンス使いましょうか。独立宣言書に違いない。それはどうも。お主のアメリカの歴史に関する知識には驚くよ。わしのコレクションに入れば何とも驚嘆すべき司法になるじゃろ。この文書の原本は人民によって人民のために作られた。独立宣言書を手に入れてほしいということでいいんだな。もちろんじゃ。独立宣言書なくしては残りの遺産はほとんど無意味になってしまう。必ず手に入れるんじゃ。文書を手に入れてくれたら立派な報奨金を払わせてもらうよ。どうじゃ。歴史の一部になってあんたに独立宣言書を渡したい。素晴らしい。後悔はさせんぞ。想像してごらん。お主はアメリカの歴史の新しい章の一部になるんじゃ。お主が羨ましいよ。独立宣言書は公文書館の廃墟で見つかるじゃろう。公文書館への行き方を地図で教えてほしい。 DC の廃墟では公文書館かその残骸のようなものが見つかると思う。建物にはガラスケースに守られた文書があるだろう。だがそこにはスーパーミュータントがうろついているから気をつけてくれ。ここだ。それの正確な位置を教えるよ。
わざわざ公文書館をそれと言ったのか。もう行かないと。次に会うときは独立宣言書を手に入れてることを願うよ。手話が妙にリアルなアブラハム・ワシントンでしたね。さて、一旦外に出ます。公文書館はここで意外に近いですね。汚染されたメトロから行けそうですけど、ここ壁で囲まれてましてね。もしかしたらいけないと思うんで、この直線距離で行きましょう。いやね、あれ？敵がいる。これはまさか？いないのかな？守る、とうとう見つけたぞ。先代の伝説の三人衆をよくも殺してくれたな。我らはその後継者。リーダーの最近薄毛が気になる。リーブ21。警棒一筋25年、足の速さが自慢、ジャッカル。フォールアウト3で同じ顔がいっぱいすぎてわからなくなる、ドッペルゲンガー。我ら、新生伝説の三人衆。また君たちか。またタロン社ですか。もうタロン社は恐るるに足りない。アナコスティア交差点。ツイスター。すごいよ、ツイストして死んだね。これで君たちは痛い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 。何でしたっけ、ツイスターだっけ。それで優勝できる。逃げればそれだけ死ぬのが辛くなるぞ。また恒例の始末リストですか。こっち刺してるから回っていくのかな。またこの建物で行けないっていうのはやめてほしいですよね。そうみたいですね。いけないみたいです。これはメトロを渡って、で地下に潜ってこのビルを越えた先にあるのかな。でも全然こっち方向ですから、そのまま下に潜るとなんか不都合な気が。まあでも行ってみましょう。多分行かないと進めないと思うんで。まあね、思うように進まないっていうのも旅の醍醐味ですよね。なんか同じような、なんかあれですね、前にも見たような配置ですね。もうね、地下鉄はちゃちゃっと抜けちゃいましょう。痛い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 。ダメだダメだ、走れ走れとか言って。痛い痛い痛い。さて、地獄への片道切符だよ。
祈れ。やだね。おお、すごいかっこいい、こいつの切り方。前傾姿勢で一気に間合いを詰めて切るっていうね。いやー、相当敵が強い。なかなかあれでしたね。普通のレイダーより一味も二味も違いましたね。すぐ終わる。痛い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 。うわ、これはマジで死ぬ。いや、変なのはお前の格好だよ。俺は紳士的に戦っているだけさ。姿を現しな。おお、足をピクピクさせてる。あ、終わった。なんかすごい現実的。こう名台詞とかでね、言えますよね。足をピクピクさせてる間がお前の生きている時間だとかね。かっこ悪い。うわ、酔いつぶれちまったよ。終電も逃しちまったな。ただジェットを拾おうとして間違っただけです。あれ、おかしいな。いけませんよね。どういうことなんだろう。ここはただのレイダーのアジト。あ、いけるじゃないですか。よかったよかった。なんか地雷仕掛けてそうですね。もう前回のね、あの罠でもうトラウマですよ。完璧に。もう、罠4連チャンでしたけど、あ、やばい。バレちゃった。お、ビリヤード級でこの満足げな顔。そんな棒切れで何ができるといいんだ。銃でも持ってこい。そうじゃなきゃ相手にならねえ。それにしてもなんかタフとかさ、そのタフさとか人それぞれで全然違いますよね。よし、新しい武器を手に入れましたね。マシンガンですよ。まあサブマシンガン的な感じですかね。これは非常に動きやすくてね、弾もいっぱい買っといたんで。あ、やっぱり博物館駅ってことはやっぱここで良かったんですね。良かった良かった。このなんかメトロってすごい場所がどこに繋がってるのかさっぱりわからないところがあるんでね。まあ気をつけていきたいところですよね。お、いたいた。これが最初で最後。おお、結構食らいますね。しかも威力が高いのに、いや違う、軽量なのにこんなに吹っ飛ぶっていうね。頭と足の位置が逆になりましたからね、さっき。いたー。
レイダーいっぱいいますね、ここ。いや、反撃まだしてませんよ。さあ、君の陣地まで来たよ。おいおい、逃げないでくれよ。ちょっと止まっておくれ。近距離であんたの顔がよく見たいんだ。お、強いですね、これ。お気に入りになりまして、結構強い。使い勝手がいいっていうかね。これは皆さんにもぜひ使ってもらいたいですね。いや、隠れて言われられてもね、ちゃんと出てきて顔を出して、そして死んでいきな。あすごい。死ぬのが遅すぎですよね、なんか。おっと、何も持てない。なんか今さっきあれでしたよね。こう一回こう死んでから、こう、まあ HP がなくなってからですよね。空中に上がって、でそれで HP がもうゼロになった瞬間に、いやだーとか言ってね。あ、いるいる、この先にもいる。あ、なんだ、ラットロッチか。お、命中精度もいいですね、これ。こっち行くと多分違う出口になると思うんで、こっち側ですね。物が散乱しすぎて、レイダーたちは行儀が悪いですね。こうね、たまにはね、行儀のいいあれですよね、レイダーとか行ってもいいですよね。こうやってしっかり几帳面だけど心の中は荒れてるみたいな。おお、すごい見えましたね。お、やばい。ああ、そういえばここスーパーミュータント多発地域でしたね。やばい、ミニガンが。こうなったら私もミニガンで行かせてもらう。あはは、どうだ、見たか、このミニガンを。うらー、おーら、どうした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 、ん、祈れ、祈れ、痛い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 、アイテムか、くそー。しまえばね、動きも速くなる。カートリッジを刺す前に貴様を殺す。フライエー。あんまり食らってない。くそー、暗い暗い。どっちが死ぬか。よーし、勝った。ちょっとリロード中ですよ。痛い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 、やばい、危ない。リロード中はスティンパックが使えない。このゴリラ許さんぞ。さーて、弾丸のシャワーを浴びな。この薬莢の数ですよ、横を通る。よし、この野郎、暗い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 。痛い痛い痛い。お、もうこんなに HP が。痛い痛い痛い。やはりミニガンは本当になんか諸刃の剣っていうかね、隠れられないんで、もうごっついゴリマッチョ系が使う武器ですね。いった。あいつ死ぬ前にグレネードでも投げたのか。わお、こいつか、グレネード。しかも、お、マスターじゃないですか。超強いですよ。てか、こいつ、さっきミニガン拾いましてね、
厄介な野郎たちだ。スーパーミュータントマスターバーサスマモル、レディーゴー。ミニガンが暗い。うわ、強い。何も食らわない。うわ、車が爆発した。近接攻撃の近接攻撃対近接攻撃ですよ。おらおら、よし、スーパースレッジ出ましたね。このスーパースレッジを使ってみましょう。でもシシケバブよりは弱いっていうね。これであれですよね、この確かスーパースレッジってバネ仕掛けになっていて、殴った瞬間にそのバネがこう作動して押し出すみたいなね、そんな感じの武器だったと思います。ほら、スーパースレッジ。よし、頭が吹っ飛んだぜ。次、頭を吹っ飛ぶやつは誰だ、貴様か。ほら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 、これでミンチにしてやるよ。なんだ、今日はハンバーグか。粗挽きミンチにしてやるぜ。もう覚醒状態入ったんでね。いたいた、もう何体スーパーミュータントいるんですか。もうてめえら戦うの飽きたぞ。おい、いい加減勘弁してくれ。よし、こいつリロードする前になんか殴ろうとしてましたね、こっち。ふう、とりあえず制圧完了ですね。一旦アイテム整理しに戻りますね。公文書館、あ、ここか。とりあえずここをマーキングしとかないと。よし、 OK。 はい、ってことでね、公文書館に着きました。あのね、スーパーミュータントたちの持ち物はね、全部回収しておきました。で、それで物も置いてきたら、なんとね、前任だったからか、なんかね、メガトンの入植者からお礼をね、もらいました。はい、じゃあ早速入っていきたいと思います。まあね、お礼って言うとね、なんかすっごい静か。チーンと静まり返る。公文書館クイズ？それを答えないと、タレットシステムが発動するとか。あ、なんかいますね。あ、そういえばなんかここ、ミュータントたちが入ってくるから防衛するみたいな、確かそういうようなミッションがあったような。まあ、とりあえずここら辺漁っときますか。いや、早速いまして、よくあの人間は生きてられるな。どうやって生きてられるんだあいつは。おとりとかがなんかかな。こんなに出回ってるのよく生きてましたよね。ミュータントたちはね、装備品とかは身につけてないんで、こうやって楽にね、回収ができます。なんかすごいあれだな、ミュータントの気配がするぞ。さっきいましてね、ほら、いますね。最低一人いますね。まあ多分この地下とか降りていけば一人どころの話じゃないと思いますけど。お、ここでショットガンセルはありがたい。ショットガンはいいですよね、本当に。一撃必殺みたいなね。近くによれば必ず一体は倒せるっていう。そこが魅力ですよね。
よし。ん？すごい死に方。あれ？マイクロフュージョンセル。回収、感電することなく回収する。ほらやっぱり言いましたよね、この中にもあるって。あの時の俺はあれなんですよね、確かパート4ぐらいでしてね、ここにもアイテムあるとか言ってこれを勘違いしたのを、まあ懐かしいですね。すごい死に方ですよねこれ。手突っ込んで死んでる。水は茶色いってね。この水は茶色いのは、その、汚いからですよ。別にね、汚物で汚れたわけでもないですから。うん。ただ、単純にその水が汚いから茶色なだけですね。音がする。テクテク歩いてる音が。なんだこれ。イグズイッツ。出口。上だ。真上に足音が。ああ、穴開いてる。怖。怖いですね、すごい。いませんよ。誰かの声がする？声なんて立てた覚えないぞ。あ、こんなとこにも罠が。いた！くっそ、ケンタウロスめ。こいつの弱点って舌でしたっけ？よし。おお、いきなり折ってきた。躊躇なく折ってくるね。自分で血のシャワーを浴びな。すごい。ここで倒れてるのに声がね、ここら辺で聞こえましたね。ここら辺で。耳元近くで聞こえましたね。すごいなんか気持ち悪かったですね。気色悪い。鍵が必要。エレベーターかな。この罠でこれをくちゃくちゃにしたいと思います。いきますよ。ふっ。別にくちゃくちゃにもならなかったっていうね。なんとも後味の悪い。はい、じゃあここら辺でね、一旦切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。公文書館をね、まあ、あの人とね、協力して、多分、この公文書館を攻略していきたいと思います。それでは、さよなら。